今回の動画は普通郵便、メルカリで出品から発送、評価まで一連の流れを再現してみたという企画になっております。前回の普通郵便の動画なんですけど、あれ発送にしか触れてなくて、出品でどれを選べばいいんですかって質問を結構いただいていたんですよね。ということで今回はパターンをポスト投函切って持ってます。ポスト投函切手を買いに行きます。郵便局の窓口から発送しますという合計3つのパターンで実際に再現をしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。ではまずはじめに出品からやっていきます。出品方法なんですけど、アプリ一番下真ん中の出品っていうボタンを押していただいて、次に赤丸の出品ボタンを押します。出品画面をどんどん下にスクロールしていくと、の配送についてっていう項目の上から2つ目ですね、配送方法ってところをタップします。そうすると発送方法を選べるんですけど、今回発送したい普通郵便というのは下から5番目の普通郵便括弧定型定型外というものになりますので、そちらをクリックして出品をします。補足なんですけど、これ後々発送方法を普通郵便に変えられるのっていう質問なんですけど、メルカリ便以外の発送方法でしたら変更することが可能になります。メルカリ便から普通郵便に変更する場合は、そのまま変更とはいかずに、相手の承諾を得て相手に住所を直接取引メッセージで聞かないと発送できないという形になっております。こちらの話は詳しくこちらの別の動画で説明しておりますので、そちらをご参照ください。はい、出品はここまでになります。では商品が売れるまでもう少し待ってみましょう。はい、では商品が売れたようなので次は発送準備に取り掛かります。まずはじめに購入された方に挨拶をしていきましょう。いろいろ定型文はあるかと思うんですけど、今回は無難に、この度はご購入いただきましてありがとうございます、短い間ですがお取引終了までよろしくお願いいたしますと送ってみます。はい、そうしたら次に商品を梱包していきたいと思います。今回売れた商品はこちらの生写真になります。では今回の梱包は、背面に段ボールで補強し、 OPP フィルムで防水加工をしていきます。はい、こんな感じですね。そうしたら次は封筒を用意して、封筒の表面裏面に住所と名前を書いていきます。まずはじめに裏面に自分の郵便番号、住所、名前を書いていきます。でここで注意点なんですけど、意外とこの書く段階で水性ペンを使ってしまう方がいらっしゃるんですけど、水性ペンだと雨でにじんでしまうので油性ペンを使うことをおすすめしています。はい、では次は表面に相手の郵便番号と住所を書いていきたいと思います。でここで相手の住所と名前はどこに載っているのかっていうところなんですけど、まずメルカリアプリのホームから右上のチェックの部分ですね、右上のチェックの部分をクリックします。ここのやることリストから自分の発送したい商品の取引ページに飛んでいただけます。で下にスクロールしていくと、取引情報と書かれた部分があるんですよね。この取引情報の下の方にお届け先というものが書いてありまして、こちらが今回封筒の表面に記載する相手の住所と名前になります。
で、注意点なんですけど、相手が入金していない状態だと住所のすべてが公開されていないんですよね。一部までは公開されているという状態で、確か番地以降が書かれていない状態になっているので、しっかり入金が確認できてから表示されている住所を書くようにしていきます。では実際に封筒に書いていきます。で、これもよくある質問なんですけど、封筒に郵便番号を書く、あの赤い四角い枠、枠がない場合はどうすればいいんですかっていう質問をいただくんですけど、枠がない場合も同じく、まあ、右上に自分で郵便番号を書けば問題はありません。はい、で封筒はこれで全て書き切りましたので、中身を入れて封をしていきます。で、封をするんですけど、封もテープのりだけは危険ですね。個人的にセロハンテープが貼ってあるのが、まあ、一番安全かと思います。はい、これで梱包自体は完成しました。はい、ではここまでが共通の部分になりまして、次からは発送パターン別に紹介をしていきます。まず一つ目は自分で切手を持っているケースですね。では一度重さを測ってみますね。今回は 15g になりますね。今回の封筒は長型3号で、重さが 15g、 厚さが 1cm 以内なので、定型内郵便 25g 以内の84円が今回貼る切手の料金になります。はい、で切手を左上に貼って、これで発送準備は全て完了になります。では次は実際にポスト投函へ行ってみます。はい、では次はポスト投函へ行きます。で、前回のポストの話の続きなんですけど、ポストって入れる場所が左と右あるじゃないですか。今回の普通郵便は基本左に入れます。入らなければ右側に投函をしてください。で、これ間違ってしまっても別にこう届かないっていうことはないので、そこまでこう心配しないで大丈夫です。で、あと、まあ、どこのポストに入れればいいのかっていう質問もあるんですけど、郵便局の前のポスト、道路にあるポスト、駅の中にあるポスト、ショッピングモールの中にあるポスト、どこでも投函すればちゃんと届くのでご安心ください。あと、まあ個人的にどこのポストを選ぶかってなった場合は、やっぱり家から一番近いポストが一番楽ですね。今回は左側に入りそうなので左側に投函をして、これで発送は完了になります。2つ目は切手を買いに行ってポスト投函をするパターンですね。で、さっきの流れとポスト投函の部分は一緒なので、今回は切手を買いに行くっていう場面を再現したいと思います。切手が欲しいんですけど、84円を6枚と、あと10円切手を10枚お願いします。こんな感じで郵便局の窓口だけでなく、コンビニでも同じように自分の欲しい切手の値段と、あと枚数を言えば購入することができます。で、あとは先ほどの動画同様に自分で計量をし、切手を貼ってポスト投函をしに行きます。3つ目は郵便局の窓口から発送する方法です。ではこちらも再現してみましたので、こちらをご覧ください。普通郵便で発送お願いします。はい、ではこちら普通郵便ですね。こちらが84円になります。お願いします。はい、ではちょうどのお預かりですので、こちら領収書でございます。ではお預かりいたしますね。これで発送は完了です。ここまでがパターン別の発送方法になりまして、発送が終わった後は
発送しましたよっていうのを購入者の方へ通知します。ではメルカリのアプリを開きまして、取引画面に行ってこちらの発送通知のボタンを押します。ここまで来たらあとは商品の到着を待ちます。では商品が到着して購入者の方からの連絡が来たようなので、今度はこちらが評価を返して取引を終了したいと思います。これで今回の取引は全て完了になりました。いかがだったでしょうか。今回の動画ではメルカリで普通郵便で発送する際にどういった手順を踏むのかっていうのを一連の流れで説明しました。何か質問があったりある方はこちらのコメント欄でお待ちしております。それではまた次回の動画でもお会いしましょう。